こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画ではスタイリストである僕がですね、実際に気に入ってめちゃくちゃ普段から愛用しているユニクロのアイテムをご紹介してみたいと思っています。僕はですね、仕事柄結構ユニクロで服を買うことが多いんですね。一応メンズファッション研究家と名乗ってるからには、ユニクロにどんな新作があるのかですとか、ユニクロの服を使ってどのように普段の着こなしを構成するのか、ここはですね、いろいろ実験をしたくなるので、常にですね、ユニクロの商品っていうのは新しいものを買い足すようにしてるんですね。でも正直なところ言うと、買ったものをですね、全部まんべんなく着てるわけではなくて、やっぱり偏りがあるんですね。ものすごく着てるものもあれば、あんまり着ないものもあるわけですね。具体的な商品名を挙げるとしたら、感動ジャケットとか、あとはブロックテックパーカーみたいなものですね。こういうものはコスパが良くてめちゃくちゃいいものだとは思うんですけども、感動ジャケットが僕が持っているジャケットの中でベストかというとそうではないんですね。他にも着たいものがたくさんあるので、そちらの方を優先することが多いですし、ブロックテックパーカーの作りも非常にいいんですが、僕はノースフェイスだとかアークテリクスだとか、このようなアウトドアブランドのものを使うことの方が多いので、それがナンバーワンということではないんですね。ですのでユニクロのものはたくさん買うんですけども、日々の生活の中でリアルにヘビロテしているものというのは結構限られているんですね。活躍しなかったユニクロの服に関しては、妻にあげたいだとか、あとは友人にあげたりだとか、あとはユニクロに持ち込んでリサイクルに出すようなこともあります。では具体的に僕はどんなものをユニクロで愛用しているのか、今回はですね、5つに絞り込んで皆さんにお届けしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本を分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、それではですね、早速一つ目から解説をしたいなと思ってるんですが、僕がユニクロで買ったものの中でめちゃくちゃ使ってるものの一つがですね、今着ているニット系のアイテムですね。今着ているのは今期のユニクロ U の商品なんですけども、僕はですね、ニット系のアイテムはユニクロのものをめちゃくちゃ愛用していますね。他にも様々なブランドのものを持ってるんですが、ちょっと値が張るものに関しては仕事で着るようにしていて、プライベートで着るときにはですね、ユニクロのニットをめちゃくちゃ活用しています。通常のベーシックなニットから今っぽい雰囲気のあるユニクロ U のニットまで、ユニクロのニットというのはめちゃくちゃですね、幅が広いんですね。しかもですね、価格が3000円から4000円ぐらいまでで非常に買いやすいんですよね。例えば僕が動画の中でよくおすすめしているセレクトショップでニットを買うとしたら、やっぱり8000円以上はしてしまうんですね。着れないことはないんだけども、日常的にガンガン着るにはですね、ちょっと気が引ける部分があるんですね。というのも僕には今4歳と3歳の子供がいるので、結構抱っこしたりするとですね、服が汚れるんですね。靴とかがバンバンつくので、そこまでいいものをですね、日常的に着ることはないんですね。ですので、そういった点では定番からトレンドまで幅広くですね、素晴らしいニットを作っているユニクロというのはですね、めちゃくちゃ活用できるかなと思っています。今回僕が実際に持ってきたのは両方ともともユニクロ U のものですね。こういった明るい色味のもの、こちらはナチュラルというカラーなんですけども、ほぼホワイトからオフホワイトに近いような色合いですね。こういったものを一つと、あとは濃いものですね、ブラックですとか、今僕が着ているようなダークグレーですとか、こういったものを揃えておくとめちゃくちゃ便利かなと思っています。これは皆さんも積極的に使いやすいアイテムかなと思うので、ぜひユニクロのニットというのは定期的にチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、これはですね、ボトムス系になりますね。ユニクロのボトムスはめちゃくちゃ優秀で、僕はですね、様々な種類のものを持ってるんですね。シルエットも綺麗ですし、値段も抑えめですし、正直高いものと比べてもそこまで明確な差は出にくいのかなと思っています。しかもボトムスというのはですね、下半身に位置するので、そこまで視界に入ってこないんですね。ですので全身のアイテムの中でも比較的価格帯を抑えてもいいアイテムなのかなと思っています。僕もですね、様々なボトムスを所有しているんですけども、定番的なのはブルージーンズですとか、ブラックジーンズですとか、ジーンズ系のものですね。こういったものもユニクロのものを僕は愛用しています。正直ですね、デニム系は僕は大好きで、いろんなブランドのものを今まで履いてきたんですね。それこそ3万円を超えるものとかも履いてきたんですが、やはりですね、こういったボトムスってサイズ感がものすごく重要だと思っていて、ウエストと太もものフィット感、ここが綺麗にはまるものっていうのを研究した結果、やっぱり僕の体型にはですね、ユニクロがベストだったわけですね。
まあ、具体的に言うと僕はユニクロのスキニーフィットの27インチこれがですね体型にバチッとはまるんですね。ですので定期的にこういったブルージーンズですとかブラックジーンズというのは入れ替えるようにしています。まあ、ユニクロって本当にサイズのバリエーションが広くて様々な体型にもフィットしやすいというところは最大のポイントなのかなと思っています。まあ、ブラックジーンズに関しては正直ですね色の濃淡みたいなものがないので、まあ、ユニクロでもですね本当に十分すぎるぐらいかなと思っています。まあ、こういったブルージーンズに関してはやはりですね価格帯が上がると色の落ち方みたいなものは繊細なので多少の見え方の違いはあるんですがそれでもフィット感だとか体に合っているかどうかというところで考えるとやはりベストはユニクロなので僕はジーンズ系はユニクロで買うことが多いです。そしてデニム系のようなカジュアルなものと正反対にあるスラックスみたいなものもユニクロはすごく優秀なんですね。まあ、最近僕がスラックス系でめちゃくちゃ愛用しているのはこちらにありますスマートアンクルパンツというアイテムですね。これはですねものすごい名作なのかなと思っています。まあ、どういう点がいいのかというとスラックスというのをカジュアルに落とし込むというのはある程度おしゃれが好きな方の中では定番的な手法なんですがやはり一般的にはちょっとスラックスっていうのはビジネスで使うイメージが強いのかなと思います。ですがこのスマートアンクルパンツというのは名前の通り最初からですね首丈になっていてスラックスの形をしてるんですけども、まあ、履いただけでカジュアル感というのも適度に漂わせることができるんですね。これが丈の長いスラックスだとどれぐらいの長さに調整すればいいのかもですねなかなか分かりづらいのでその点ではですね買った瞬間から綺麗なシルエットが出やすいのでスマートアンクルパンツというのは多くの方にお勧めしやすいボトムスなのかなと思っています。まあ、本来であればスラックスというと着心地が悪い印象があるんですがストレッチもものすごく効いているのでこのパンツも普段からめちゃくちゃ愛用していますね。そしてもう一点ですね最近購入した、まあ、こちらもスラックスなんですがユニクロ U の新作のものですね。こちらはワイドパンツではあるんですがテーパードといって膝から下は結構細身になっているのでワイドパンツ初心者の方にもですね結構使いやすいかなと思っています。僕は最近こればっかり履いています。まあ、このようにユニクロのボトムスというのはかなり使い勝手が良くてプロでも愛用する人が多いのでぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目なんですがこちらは今年の春夏にですねめちゃくちゃ着たアイテムの一つですね。ユニクロ U のエアリズムシリーズの T シャツになります。こちらはですね全部で僕は5色購入をしました。最初はですね白を購入したんですがそこからブラックを購入したりあとはですねこういったダークグレーですとかブラウンですとかあとはライトブラウンですとか様々な色を購入したんですがそのうちの 2,3 枚はですね奥さんに持って帰ってしまったんですね。結構ですねこのユニクロ U のエアリズムは男性だけではなくて女性にも評判で男女問わずにですね人気のシリーズになりましたね。まあ、どこがいいのかというとまずはシルエットです。少しゆったりめにできていまして袖も長めなんですね。まあ、こういったデザインだとかサイズ感が非常に今っぽくて使い勝手のいいアイテムなのかなと思っています。そして表面の質感もすごくいいんですよね。あまりシワになりづらいので洗濯をした後でもですね生地がピシッとなっているのできれいめな雰囲気というのを維持しやすいというのもポイントかなと思っています。そしてカラーバリエーションの広さこれもですねめちゃくちゃ気に入っていまして今季はですね、まあ、白とかブラックに関してはどこのブランドでも扱いがあるんですがこういったダークグレーですとかブラウンですとか曖昧な色の表現がやっぱりユニクロ U はめちゃくちゃ上手なんですよね。こういった部分に他の T シャツとの差が出るので僕は今季ですねめちゃくちゃこのユニクロ U の T シャツを着ました。そしてこれは僕だけではなくてファッション業界の方だとかおしゃれが好きな方の間では結構定番的になりましてぜひ皆さんもですね今でも購入できるのでユニクロ U のこのような T シャツというのも活用していただきたいなと思っています。今の季節でしたらこの上にカーディガンを着たりだとかジャケットを羽織ったりだとかそういったスタイルなんかもですね非常に使いやすいのでぜひチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目にご紹介したいアイテムなんですけどもこちらになりますね。こちらはですねデニムジャケットいわゆる G ジャンなんですけどもこれはですね2018年に購入したユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションのデニムジャケットになります。これがですね僕がユニクロで購入した服の中で一番気に入っていてヘビーローテーションしているアイテムの一つになります。まあ、どこが気に入っているのかというとパッと見はですねオーソドックスな G ジャンに見えるんですけども結構ディティールが凝ってるんですね。まあ、よく見ていただかないとわからないんですがこれはですね
ポケットの形を見ていただくと分かりやすいんですが、左右で形が違うんですよね。そしてよく見ると左右でちょっとズレがあるんですよ。これなんか後ろで見ていただくと分かりやすいんですが、この線の部分を見るとですね、ズレてるのが分かるかなと思っています。まあ、非常にシンプルなリーバイスのサードタイプをですねベースにして作られているんですが、その中でも細部に遊び心があって、これはですねもう本当に気に入っているアイテムの一つですね。特にですね秋ですとか春、そして冬なんかに活用するんですけども、単体で着てもいいですし、この上にコートを着たりしながら様々な季節に着るようにしています。まあ、Gジャンというと僕ら世代にはですねちょっと懐かしいイメージがあるかなと思うんですが、コーディネート次第で全然使い方の幅というのが出せるので、この Gジャンに関しての解説は別動画で用意していますので、そちらをぜひチェックをしていただきたいなと思っています。これは現行のユニクロではちょっと同じものは買えないんですけども、メルカリとかで同じものが出品されてたりするので、もし気になる方はぜひチェックをしていただきたいなと思っています。僕においてはもうマスターピースで、これからもガンガン使っていきたい一着かなと思っています。はい、そしてラスト5点目なんですが、これはですねチェスターコードというアイテムですね。まあ、実際にこちらに持ってきたんですけども、ユニクロのチェスターコートはめちゃくちゃいいですね。僕も仕事柄さまざまなショップを回って定番のチェスターコートというのは試着をするんですが、まあ、その中でもですね昨年購入したこちらのユニクロのチェスターコート、バランスめちゃくちゃ良かったですね。まあ、非常にオーソドックスで使いやすいデザインになってるんですが、サイズ感に関してはちょっとだけ緩めになったかなと思っています。実はユニクロのチェスターコートは買うのは今回で3回目になるんですね。結構ですねこのアイテムが旬になってから年数が経ってるんですけども、その時々でサイズ感ですとか細部のディティールというのは少しずつ変化をしてるんですけども、去年買ったこちらのチェスターコートはあまりタイトすぎないので、今っぽさというところも程よく漂うアイテムなのかなと思っています。そしてなんといってもこの生地の質感がですねすごくいいんですよね。まあ、生地にですねカシミヤが混紡されているのもあって、滑らかな光沢感みたいのがあるんですね。これが非常に上品なんですね。まあ、このようなオーソドックスで使いやすいチェスターコートが値段ですね1万円台で買えるというのはもう驚きですね。これはですね去年本当に使いましたし、今年もガンガン使っていきたいなというアイテムになります。まあ、皆さんもこちらは今年も買えますので、ぜひユニクロの店舗でチェックをしていただきたいんですが、これに対抗するですねチェスターコート、オーバーコートみたいなものが今期は発売されてしまったんですね。まあ、それがですね何度か動画の中でもご紹介をしました、こちらのユニクロ U の新作のコートになりますね。オーバーサイズのコートで、まあ、こう比べてみるとですね全然サイズ感が変わりますね。見えるのかな、着丈の長さもですねだいぶ違いますし、身幅も全然違うんですね。サイズはどちらも同じ S サイズなんですけども、全然見栄えが変わります。まあ、正直ですねこちらの通常のチェスターコートの方が非常にベーシックで使いやすいんですが、今っぽさというところを考えるとこれぐらいビッグサイズに振ってしまうのもいいかなと思っています。これは動画を見ていただいている皆さん次第かなと思うんですが、大人っぽく振りたいのか今っぽく振りたいのかで選ぶものを変えてもらいたいなと思っています。まあ、せっかくなのでこちらのチェスターコートの方を羽織ってみたいと思います。はい、実際に羽織ってみました。どうでしょうか。これが今季のユニクロ U のオーバーコート、まあ、いわゆるチェスターコートの形に近いものになるんですけども、これがですねめちゃくちゃ気に入っていまして、まだ買ったばかりなんですけども、今年はすごく活用するかなと思っています。まあ、先ほどの去年のチェスターコートも非常に良かったんですけども、あれは定番的に使うにはすごくいいかなと思うんですが、こちらの方はですねサイズ感が割とゆったりで割と軽いんですよね。着ていても全然ストレスにならないのがポイントかなと思っています。今僕が着ているようにニットを内側に忍ばせてあげるのもいいかなと思いますし、あとはユニクロ U のパーカーを合わせることもありますね。まあ、様々な着こなしを想定することができるんですが、あとは先ほどご紹介したユニクロと JW アンダーソンのコラボのですねデニムジャケットを内側に忍ばせることもあったりします。こういった少しゆったりめのサイズのコートであれば結構重ね着がしやすいので、真冬でも対応しやすいのかなと思っています。まあ、これはですね様々なコートを買ってきましたが、1万円台でこういったものが手に入るとは思わなかったので非常に満足度が高いかなと思っています。まあ、このあたりのですね満足度の高さというのはユニクロ U ならではのですね著名なデザイナーとのコラボレーションラインだからこそできる雰囲気なのかなと思っています。ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。
はい、ということで今回の動画では僕自身が愛してやまないですねユニクロの傑作アイテムをご紹介させていただきました。まあこれ以外にもですね紹介したいものはいくつかあるんですが、5個に絞るとしたらこれらのアイテムというのは欠かせないものなのかなと思っています。本当にですね年間様々な服も買いますし、いろんなお店を回って様々な商品を見てるんですが、その中でもこれらのユニクロのアイテムというのは他に買いがないほど完成度が高いアイテムなのかなと思っています。こういったものがですね手軽な価格で買えるというのは非常に便利かなと思いますので、ぜひ皆さんにも参考にしていただきながら日頃の着こなしというものをですね楽しんでいただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。